南シナ海南沙諸島、熱帯の海に浮かぶ150余りの島々です。今、周辺の国々が海底に眠る石油資源を得ようと領有権を争い、サンゴ礁の島々はアジアの火薬庫になろうとしています。アメリカと旧ソビエトを軸とする冷戦が終わり、両大国が南シナ海から撤退を進める中、南沙諸島をめぐる争いは一段と緊迫の度を増してきました。取材班はフィリピンの小島からセスナ機で南沙諸島に向かおうとしました。しかし離陸して30分後、パイロットは南沙諸島へ飛び続けることを拒否しました。南沙諸島がどっちの方向にあるかといったら、まあ、その方向だっていうんですけどね、結局あそこはもうダメだと、宣言区域なので我々は入れないというふうに言ったんですよ。一見平和に見えるこの海も、各国の思惑や主張が絡み合い、簡単に近づくことさえできなくなっていました。中国の南に広がる南シナ海、中国、ベトナム、フィリピンなど8つの国と地域に囲まれています。海の交通路として、また漁場として、周辺に住む人々の生活を支えてきました。日本にとってもタンカーの7割が通る重要なシーレーンです。南シナ海の南部に位置する南沙諸島は、第二次世界大戦以降、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネイが領有を主張してきました。各国は南沙諸島の一部または全部の領有を主張し、その周辺で他国の干渉を受けずに自由に経済活動を行う権利を求めています。各国の主張がおおむね南沙諸島周辺に限られているのに対し、中国は南シナ海のほぼ全域が中国領であると主張し、周辺国との軋轢が生まれています。1987年、中国は南沙諸島へ進出しました。人の住める島はすでに他の国に抑えられていたため、まず小さな岩礁を確保し、その後1400キロ離れた中国本土から大量の石やセメントを運び、人工の島を建設しました。この島には気象観測所が置かれていますが、軍事的な拠点であるとも見られています。南沙諸島に軍隊を置いているのは、中国をはじめ台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシアの5つの国と地域です。フィリピンは8つの島を確保しています。その中心がパガサ島です。島には滑走路があり、本国からも近く、南沙諸島の制空権はフィリピンが握っていると言われています。海軍部隊が駐留し、周辺の海で操業する中国やベトナムの漁民を取り締まっています。非常時に備え、島の至る所に統治下が築かれており、島は要塞化しています。ベトナムは最も多い21の島を確保しています。本国からの物資の補給は3ヶ月から4ヶ月に1回しか行われないため、野菜の栽培が行われています。井戸はありますが飲めないため、水も補給に頼っています。ここでも気象観測が行われていますが、こうした活動は領有主張の根拠となっています。マレーシアが確保している島は3つ。ラヤンラヤン島ではリゾート開発が行われています。すでにホテルの営業も始まり、およそ500キロ離れたサバ州から船やヘリコプターで外国人観光客が訪れています。採算を度外視したリゾート開発を行っている背景には、領有を既成事実化しようという狙いがあるものとみられています。
南沙諸島で最も大きな島、太平島は台湾が36年間にわたって押さえています。監視島にはレーダーが配備され、周辺の海を24時間体制で監視しています。周囲の長さは 1.3 キロ、南沙諸島でただ一つ飲み水が出る島です。駐留しているのはおよそ100人の海兵隊員です。演習が繰り返され、実弾を使った訓練も頻繁に行われています。島の領有をめぐるそれぞれの主張は妥協を許さず、40の島に駐留する2000人を超える各国の兵士が睨み合いを続けています。各国が領有権を主張する狙いは、この海域に眠る莫大な石油資源です。南シナ海ではブルネイ、フィリピン、マレーシアなどがすでに沿岸部で石油の生産を始めています。また新しい海底油田も次々と発見され、未開発の油田地帯としては世界で最も有望な場所の一つとして注目されています。南シナ海での石油開発にいち早く乗り出したのはベトナムでした。ベトナム沿岸から120キロ離れたバクフォー油田、旧ソビエトと共同で開発を行い、1986年から操業を始めています。今年の生産目標は540万トンです。ベトナムは今市場経済を導入し、経済を刷新するドイモイ政策を進めています。石油以外に目ぼしい輸出品を持たないベトナムにとって、この経済改革の成功は南シナ海での油田開発にかかっています。ドイモイ政策が進み、消費が大幅に伸びたため、生産が需要に追いつかず、ガソリンなどの石油製品は国内では不足しています。ベトナム唯一の石油精製工場サイゴンペトロ、フル回転で生産を行っていますが、製品を受け取るまでには1日以上かかります。経済をさらに活性化するためには、どうしても石油の生産を増やして国内のエネルギー事情を改善する必要があります。現在ベトナムの石油港区は西側に開放されています。石油の生産を伸ばすため、技術力のある西側資本に頼ることになったのです。南シナ海沿岸には170余りの港区が設定され、沿岸部から順に国際入札が行われています。港区の売却は順調に進み、これまでに日本やフランスなどの企業と10カ所以上の港区で契約が成立しました。しかし、順調に見えたベトナムの石油開発は予期せぬ事態に直面しました。ベトナムが販売を予定していた航空を中国がアメリカ企業に対し売却したのです。中国が売った航空はすでにベトナムが売却した航空にぴったりと隣接しています。売買契約は今年5月8日北京の人民大会堂の一室で結ばれました。中国政府からベトナム沖の石油港区を購入したのはクレストンエネルギー社というアメリカの小さな石油探査会社でした。アメリカ中西部の都市デンバー、
クレストンエネルギー社は1981年ここデンバーを本拠地に創立されました。クレストンエネルギー社はアメリカ国内の油田開発に関わってきましたが、4年前からは南シナ海や南アメリカなど海外にも進出を始めました。フィリピンから買収したコークではすでに採掘が始まっています。石油コークの分析家でもあるトンプソン社長は去年4月自ら北京に乗り込み、中国政府に対しコークの売却を持ちかけました。そして今年5月、クレストンエネルギー社は WAB21 地区と呼ばれる広さ2万5000平方キロメートルの工区を取得しました。トンプソン社長は1年間に5回中国を訪問しましたが、中国側はエネルギー省長官など閣僚クラスが直接交渉にあたり、契約を結ぶことに対し非常に積極的だったといいます。MOFA supported it, the original concept. They helped us get this approved, and they attended and supported the signing ceremony, just like the Minister of Energy's office. Other and several governmental agencies, they did not take any more or less active role, but they were supportive. And all the various departments we met with, the contracts department, the legal department, also agreed with our initial analysis that this historical claim area is owned by China. WAB21 地区は南沙諸島の西側にあります。国際紛争に巻き込まれる恐れのある工区をあえて買ったのは、中国側から全面的な支援を取り付けたためだということです。I think that's the only definition we can assume from this viewpoint. He's going to protect you. It's not any other means but militaristic if calm and business and economic heads don't prevail. If you want to read that into it, that is definitely correct. I have been given verbal assurances that what this states will be fully implemented if and when necessary. Yes. Right here.事務所の一室では購入した工区の詳しい分析が始まっていました。分析に使われていたのは中国が提供した詳しい海底地形のデータでした。中国はこれまで何度も南シナ海に船を出し、音波を使った詳しい調査を繰り返してきたということです。Geology is quite complexAnd we rely on many sources for our data, including the Chinese government. And they are in the process of working with us to provide us seismic data and geologic data. And it is a very beneficial cooperative effort among the Chinese agencies as well as with Crestone.ベトナム沖の油田はもともとモービルやシェルといったアメリカの石油資本が発見したものです。しかし当時の北ベトナム政府がベトナム戦争に勝利すると、アメリカ企業は発見した油田を捨てて撤退を余儀なくされました。その後西側企業は締め出され、石油開発はベトナムとソビエトの手で進められることになります。現在ではベトナムの石油工区は再び西側に開放され、ヨーロッパや日本の企業が次々と工区を買っています。しかしアメリカの場合、政府がベトナムとの貿易を禁止しているために、企業は両国の関係正常化を待つしかありません。アメリカ企業が今の時点でこの海域の石油利権を獲得するためには、中国政府と手を結ぶほか方法はなかったのです。